はい、どうもこんにちは。今回はですね、僕がもう30年、使ってる、ギターアンプね、これフェンダージャパンのね、FAT5 っていう、50W のフルチューブの、真空管アンプなんですけど、まあかなり前にね、ご紹介したことあるんですけど、1980年代にね、ポール・リベラが、監修して、当時ね発売されたアンプなんだけど、結構いいんですよ。で、若い頃はね結構これをライブでメインで使ってたんですけど、まあ引退っていうかね、そういうライブで使わなくなってからはもう20年ぐらいになるんですけど、それでもね時々は使ってたんですけどね、30年前のようにガンガン使うことは、なくて、まあ、ほとんど室内でね部屋の中で、使ってたんですけど、で、使わない時はね、ツアーケースの中にいつも入れてましたから、状態はね30年経っててもかなりいいんですよ。で、真空管もねもうプリもパワーももうなんか何度も交換して、で中のねパーツ関係も手入れてありますからね、まあ、メンテナンスね、だから状態はね30年経ってても結構良かったんだけど、今年に入ってからねちょっと調子ねなんか急に悪くなっちゃって、で、まあ、この前ねちょっとバラして、まあクリーニングがてらねちょっとしたメンテナンスをやったんですよ。まあ一部パーツ変えたんですけど、そしたらねまたちょっと元気になってきてね、なんかそのコロナでねちょっと自粛で室内にいることが多かったからね、でまあ以前よりよく触るようになったらね、なんか機嫌が良くなってきたみたいでね、またちょっとね復活してきたんですよ。でね、でちょっと今これモズライト使ってるんですけど、ちょっと今ね場所が悪いね、ちょっとギターのねちょっとノイズが多いんだけど、一応ねこの原因のこのノブをね引っ張ると原因が上がってね、これ今ローの状態なんだけどね、引っ張るとハイ原因になるんですけど、まあ普段はねこうこのローでだいたい使ってるんですけど、まあこっちの音の方が好きでね、であとまあブライトスイッチ、まあちょっとキラキラ感がね、ちょっと強くなるんだけど、まあ普段はだいたいこんな感じで。でね、スピーカーがエミネンスの、30センチ。出ますね。でね、まあ、ご存知だと思いますけど、フェンダーのアンプはね、どっちかというと、下がね、低域が結構強みに出ますからね。ドライブさせた時にね、ちょっと下が邪魔になる。時がねあると思うんですけど、まあその時はこういうねなんていうのかな、ちょっとオーバードライブねはちょっと原因を弱めにしてね、手前でかけるとちょっと下がねカットされるからね、ちょっと使いやすい感じに。
YouTube のね、アンプに、チューブスクリーマーなんかね、まあ必要ないだろうっていうね、おっしゃる方もね、おられると思いますけどね。意外にね、手前にチューブスクリーマーをね、入れるとね、結構ね、コントロールしやすくなるんですよ。真空管アンプってね。特にフェンダーのアンプはね。うん。まあ、これね、アイバニーズの、TS9 なんですけど、結構おすすめですよ。フェンダーのアンプの手前に入れるとね。うん。で、まあ、チューブスクリーマー繋ぐ前にね、このマイクロアンプね、MXR 繋ぐと、また、ちょっと抜けがね、かなり、良くなりますからね。うん、ここで、この、這い上がりな、真空管アンプをね、ちょっとこっちである程度コントロールするんだけど、MXR で、ちょっと抜けをね、ちょっと強調させておいて、で、こちらで、この、ね、じゃあね、この、じゃあダイレクトでね、まあ、これ今ギターモドライトダイレクトだと、うん、でこれにじゃあ弦を絞ったチューブスクリーマーをね手前に入れると、まあ、下カットされるでしょ、うん、でなんかちょっと潰れ気味な感じになるんだけど、まあ、これは曲によってはねこの方がかなり使いやすくはなるんだけど、うん、でももうちょっとやっぱり抜けが欲しいなっていう時に、まあ、手前にねこのマイクロアンプを入れるとね、うん、かなりねコントロールしやすくなって、さらに音抜けもね良くなるって、僕はねこれをかなりおすすめしてんですよ。マイクロアンプを通してから、TS9 通してね、それから、この FAT5 に入れるっていう使い方がね、個人的には好きですね、これがね。で、これ今ね、何にも入れないとね、もう一回戻すよ。TS も切って、マイクロも切ると、まあこれはこれでいいんだけどね。だけどこれをね入れると、そういうことで今日はね、ちょっと元気が、最近元気がなかった、フェンダージャパンのね、真空管アンプが、まあちょっと簡単なメンテナンスをして、復活しましたというねお話でした。